こんにちは、こんばんは、クルトンと申します。今回なんですけど、ローグエイズ Z 最強永遠ヘリアル周回編ということで、周回括弧アーティファクト集まりやすい編ですね。で、どうでまず最初に一番強いやつをもう上げちゃうと、アビリティはこちらの強欲と禁断が一番集めやすい、アーティファクトが手に入れやすいアビリティとなっております。でまず強欲なんですけど、ボス撃破時の宝箱が 5% の確率で1つ追加されるとあるんですけど、これマックス12体編成でマックス 60% まで上がるんですけど、でボスを1体倒した時に通常1個しか宝箱が出ないところを 60% の確率で2つ目が落ちるというものになっております。でさらにこれアーティファクトを集めていくと、まあ、3つ目の宝箱が出るのもあるんですけど、まあ、それはまた別の機会で説明するとして、であと2つ目ですね、2つ目のこの禁断、禁断っていうのは何かっていうと、まあ、禁断の番人が出現する確率を 5% 上昇させる、これも12枠入るんでマックス 60% まで上がるんですけど、これ注意点としてこの、まあ、例えば39落ち点に極まれに禁断の番人が出現するようになる 3% ってあるんですけど、 5% 上がったからといって 3% が 5% 足されて 8% になるということではないので、これが乗算で上がるみたいで、まあ、マックス 60% は乗算で上がると、まあ 3×6 かなで、まあ、4.8% になるっていうのが計算の仕方なのかな。で、まあ、課金とか何も考えなければ、単純に、まあ、半分ぐらい曲がると思えばかな。で、これ何回も回るたびに、まあ、禁断ってアーティファクトの大体2、3割ぐらいを占めてるんで、全体の。これもやっぱり揃えるだけ揃えないと、周回するたびに、その、獲得する数が変わってきてしまうので、でもなるべく早い段階で揃えていきたいですね。で、次にそのどうやって揃えるかなんですけど、引くガチャはどちらがいいのかっていうので、で、まあ、あの、強欲禁断を揃えたい場合でしたら、こちらの、まあ、嵐の弓術師たちのガチャがおすすめですね。なんでかっていうと、この注目アビリティって感じで、この通常選定の方だとアビリティ全て出るんですけど、注目の方だと、こっちのガチャだと、コイン系のアビリティが入っていないので、まあ、箱3、4とかも狙いやすいのかな、こっちの方が。で、まあ、余分なアビリティが、まあ、ただこれは、まあ、弓の移行とかは入っちゃうんですけど、選ばれるアビリティが少ないので、こちらの方が強欲禁断だけでしたら、集めるんだったらこっちを回した方がいいですね。で、強欲禁断プラスアルファで何かつけるとしたら、まあ、僕はまあたまに箱2とかつくんですけど、まあ、これは箱2、100期間の時に強欲禁断つければさらにね、プラスでなるんでいいんですけど、まあ、なかなか強欲禁断に自分の欲しいものって出ないんですよね。で、まあ一回回ってみると分かるんですけど、この編成で。箱の数に、まあ見えないけど、一桁目が見えないんで、ちょっとよくわからないと思うんですけど、まあとりあえず強欲と禁断ついてるやつを頑張って12体集めて、もう強欲禁断っていうプリセットを作ってしまえば、もうね、誰でも最強の周回効率のパーティーを作ることができます。まあ、大体900キロまで行ったらボス何体ぐらいかな、30体かな。普通に表カンストまでの900周回で、で、帰るじゃないですか。ボス30体なんで、まあ、30体倒してる中で 60% 増えるんで、大体、まあ4、
普通だったら30体倒して30個しか宝箱が出ないところ、まあ、45個ぐらいは出るのかな、追加で。まあ、それぐらいの期待値にはなるので。あとこの禁断の番人も普通に 0.6 倍なんで、まあ、禁断だけはもう揃えなければ、余裕がなければ1枠ぐらいだったら蹴っちゃっても問題ないんですけど、まあ、とりあえずこの強力禁断をいかに集められるかがポイントになってくるので、まあ、長期的に遊びたい方、まあ、効率よく集めたい人はとにかく強力禁断の2つがついてるエンヘリアルを不死化を目指してやっていけば、やっていくのが多分一番確実だと思います。ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。次回は周回、攻略かな、攻略編の動画を上げていこうと思います。ではでは。